お世話になっております。今日はちょっとオイル交換のことというか、ちょっとねその作業について話していきたいと思います。でね、オイル交換っていうのは一番こう整備としても入門編というか一番やりやすい作業ではあるので、やったことない人もまずはね一番最初にこう自分でやってみようかなって思う作業だと思います。ちょっとそれについてね話してみたいと思います。じゃあ行ってみます。はい、では、まあオイル交換なんですけど、非常に何ですか、初心者の方でも、まあ、一番、やりやすい作業というかこう、ね、手をつけるには一番レベルの低いような作業にも思えるんですけど、ちょっとねミスしてしまうとこう取り返しのつかないねことになってしまったりするので、まあそういうことについてねちょっと話していきたいと思います。まあオイル交換の手順としては、まあエンジン温めてオイル抜いてフィルター変えて入れ替えてみたいなね、そんな感じの流れで非常に簡単には思うんですけど、注意するのがね、抜くときにドレボルトっていうのをまあ外すんですよ。外す分には全然問題なくて、でこのねドレーンを潰してしまったりするとまた大変だよっていう話をちょっと今日しようかなと思うんですけど、まあなんでこういう話をするかっていうと、まあ自分が昔乗ってた、GXX250E の5機の時にちょっとねやらかしたというか、もともとダメだったというか、そのドレーンボルトで苦労したことがあるんで、でね最近ツイッターとかでこう GS400 乗ってる人とかが上げたりしてるのを見て、そのメーカーさんとかもね非常にいいなって思う商品があって、でそれ買ったんですけどまだ届いてなくて、ちょっと紹介はできないんですけど写真上げたいと思うんで、EZ バルブだったかなっていう商品で、こうドレーンボルトにつけて毎回ネジをね締めたり、開けたりしなくてもこうレバーでオイルを流せるようにするような商品なんですけど、こういった商品は結構昔からあって、ただなんかどうなのかなっていう思う部分と、まあ便利なんだろうなっていう思う部分でなかなか手を出しては来なかったんですけど、まあここに来てねちょっと GS 乗りとか旧車界隈で注目されつつあるのかなと思って、で気にはなっていたんでね、ちょっとまあ次のオイル交換のタイミングで変えてみようかなと思うんですけど、まあそれをつけるのがなんでいいかっていうと、さっき言ったように非常に簡単な作業ではあるのに、ドレーンボルトを例えばですけど締め付けすぎてしまったりだとか、まあ自分の力でねた場合だったりとか、まあもともとこう個人売買とかで買ってきた車両がなんかドレーンボルトのとこすげえガスケット持ってあるなとか、今よくありがちなパターンでネジ穴潰しちゃってるっていうのがね非常にあるんですよ。バイク旧車を問わずなのかなこれは。で GS400 なんか特にアルミでできてるのかな確か、なんでネジ山なんかもうすぐダメになっちゃうんで、これをダメにしてしまうとまあ何種類かこう直す術があるんですけど、まあまず一つはドレーンボルト、ドレーンの穴の補修セットみたいな、これで直すパターン、まあこれはねなんだろう、まっすぐちゃんとタップが切れんのかなって心配と、タップとか立てた時にそのクズが中に入ってしまわないのかなっていう心配があるんで、
ちょっと上級者向けなのかなって思います。でもう一点は、タップを切り直すボルトを使用する、なんかねそういった商品があるんですよ。そのボルトを締め付けることによってもうそのままタップも切り直しできるみたいな。ただ気をつけなければいけないのが、そのタップを切り直したことによってもともとついてたドレーンのサイズより一回り大きくなっちゃうのかな。だからもう次はね多分失敗できないんじゃないかなって思います。でそれでもいいよっていう人は非常にそれがね多分値段も安いし非常に作業内容は簡単で締め付けるだけなんでいいかなと思います。であともう一つは、ロングのドレーンボルトを入れる。でなんでロングのドレーンボルトを入れるかっていうと、もともと純正の長さを入れるよりまあ1ミリかな、1ミリぐらいなんか奥にネジ山生きてるやつがあるみたいなんですよ。でそれを利用して締め付けるっていう、それがねなんか昔僕が5機に乗ってた時にやっぱ買った当初からちょっとそこにガスケット持ってあったりしてなんか変だなってずっと思ってて、やっぱ滲んでくるんですよねちょっとずつ。でそれがどうしても嫌で、まあどれを選ぼうかって言った時にロングのボルトを入れてね、あのきっちり止まったっていう過去の経験というかありますんで、まあそういったやつではね比較的安い値段で部品が変えてまあ止まる作業なのかなと思います。ただこれもそのあと1ミリぐらいのネジ山で止まってるってことは力のかけ具合に間違えるとやっぱいっちゃうんじゃないかなって思う部分もあります。でこれはまあ今そのネジ山がねあんまりよろしくない状態の話をしました。でこれから話すことはもうネジ山が正常で正常な状態で今あって、それをねいかに潰さないようにオイル交換などをしていくかっていうことなんですけど、まあそういった状態であるんであればなおさらね気をつけて作業をしなければならないなと思います。非常にオイル交換は簡単な作業ではあるんですけど、力のかけ具合、最後のドレーンボルトの力のかけ具合を間違ってしまうとすぐにね山が潰れてしまうので、やっぱそこを潰さないために、今回僕がその言ったバルブ EZ バルブっていうやつだったり、まあ、前はプリティレーシングとかから出てた二重のねドレーンボルトっていうのがあるんですけど、六角のねボルトを締めてまたその中に一本ボルトが入ってて、そこを緩めてオイルを排出するっていう商品があったんで、まあこれ多分他にもあるのかな、プリティはもう販売終了ってなってたんですけど、多分探せば他のメーカーであると思います。まあそういった商品をね使ってよりこうネジ山を傷めずにオイル交換という簡単な作業を完結できるかっていうのがね、やっぱ慣れてないとその力のかけ具合とかね、こんぐらい締めればやばいなっていうのってなかなかね難しいと思うんですよ。いつもやってる人はねくくってちょっとやって終わりみたいな、その感覚があると思うんですけど、アルミなんか多分いつまででも回っちゃうんじゃない、もしかしたら。だからそういった面でそういった商品を今正常なうちにつけておけば、いざ山をダメにしてしまう可能性が限りなく低くなるかなと思います。でオイル交換なんていう作業は一番そのバイクでねやらなければいけない作業なんじゃないかな。3000キロとか3ヶ月に1回とかその人によってねサイクルあると思いますけど、ずっと長く乗っていく上では一番する整備ではないかなと思うので、でまたその EZ バルブっていうのが来てオイル交換のタイミングで紹介はしようとは思ってるんですけど、まああといたずらとかどうなのって思いますけど、
まあそこはあんま考えずにね、とりあえずつけてみたいなと思ってます。まあ今日はちょっとね、オイル交換っていう簡単な作業なんですけど、ちょっと気をつけた方がいいポイントもあるよっていう話をさせていただきました。ぜひね、旧車に乗ってる方に限らず、バイク乗ってる方気をつけてちょっと見てみてください。じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。バイバーイ。